連続ラジオドラマ縄文スイートハート第35話、またこの世に帰っておいで。ごめん、ジョー。私のせいで大切なナズナさんを残したままここに来させちゃってごめんなさい。アカネ、ナズナはもういない。翡翠をくれた縄文の少女ナズナに恋をしたジョー。ソリイカでナズナと幸せに暮らし始めた話を聞いて、アカネは愕然とした。大切なナズナを縄文時代に残したまま、ジョーを現代に無理やり連れてきてしまったのか。謝るアカネにジョーは首をゆっくりと振ったのだった。ナズナさん、もういないって？ジョーは再びきらめく川面を見つめた。ソリイカにやってきて、ナズナは元気に暮らしていた。弟や妹たちとよく遊んで、お母さんと一緒に服も編んでくれた。寒さが厳しくなると、もともと体が弱かったナズナは横になるようになった。ナズナ、ただいま。おかえりなさい、ジョー。今日はね、大きなイノシシを仕留めたよ。三人でやっと持てるくらいの大きなやつ。すごい。疲れたでしょ。これ、ユウが作った人形。ナズナが良くなりますようにって。かわいいね。ナズナは小さな人形を握りしめて笑った。やがて、ナズナは起き上がれずに、食べ物も口にできなくなっていった。俺は、夜になると薬の汁を飲ませて寝かせた。そんな間も俺はナズナからもらった翡翠の石を磨き上げて、ついに首飾りは出来上がった。俺はナズナが起き上がれた時に首にかけるのを楽しみにしていた。そして雪が降った夜、ナズナは俺に言った。ジョー、あのね、お願いがあるの。何？朝のお日様みたい。朝のお日様？うん、ずっと見ていなかったから。お願い。俺はナズナの体を厚い獣の皮でくるんで背負った。そして雪で真っ白の高い丘を登っていった。朝のお日様が出るのに間に合うように。丘のてっぺんに登った時、空が少し赤くなった。お日様の光が見えてきた。俺は背中のナズナに声をかけた。ナズナ、ほら、見てごらん。お日様だよ。綺麗。とっても綺麗。ありがとう、ジョー。そして、ナズナは
眠るように目を閉じた。そのままぬくもりはなくなって、ナズナは旅に出た。とてもよく晴れた明るい日に、ナズナにきれいな服を着せて、貝の腕輪をつけて、みんなでナズナを見送った。そしてその塚に俺は言った。また帰ってきてくれますように。ナズナ、旅が終わったらまたここに帰っておいで。そして俺はナズナに渡せなかった首飾りをつけた。ジョーは翡翠の首飾りに手を置いて振り返って私に微笑んだ。縄文スイートハート第35話、またこの世に帰っておいで。作、丸山ひろ。出演、ナズナ、アカネ、松本千早、ジョー、目黒武博。ナレーション、遠藤陽子。連続ラジオドラマ縄文スイートハート、次回をお楽しみに。